長い時間終わっちゃったね。おはようございます。かっこいい、こうやって熊出るって猫だけ行って東山行って降りてこよう。そんな感じでいいですね。あ、大丈夫です。いえいえ、はじめはゆっくりだな。5時52分、5時50分だ。スタートです。お願い事が書いてある。この地域一帯では希少な野生動物の保護に取り組んでいます。植物なんかは観察するだけで持ち帰らないでねってことですね。あ、牛がいる。報告されてる。はじめの100メートルでも息上がっちゃった、はあ、階段なんだもん、ずっと、はあ、おはようさん、はあ、のどかでいいですね。これずっと階段なの？階段地獄出た。なんかあれ槍ヶ岳っぽい、はあ、北アルプスだなあれ多分。階段いつまで続くの？東屋がある。なになに、ここでしょ。駐車場から出て猫だけ行って東屋さん行ってピッて戻ってですね。小東、中東越えてね戻ります。白樺の森の中に入ってきたよ。あ、気持ちいい。階段地獄終わってなだらかだね。白樺の森いいなーなんて言ってたらちょっと笹がえばってるね、これ。ところどころ。ずーっと白樺の森の中を歩く感じですね。猫岳まで800メートル。あ、もう 1.8 キロも来たんだ。歩き始めて1時間弱ぐらいかな。6時45分。木が少なくなってきたね。空が広くなりました。雲一つないね。よいしょ。こら、太陽浴びたら暑いぞ今日。ああ、太陽出てきた。花の百名山、猫だけ。花の百名山なんだ。あ、金もあるね。ちょっ
濡れててどこがどこの山だかわかんないな、これ。とりあえずお参りか。おはようございます。花の百名山なんだね。お邪魔します。お参りした。よいしょ、鐘鳴らしてみよう。本当に結構富士山が見えますね。先週登った。じゃあ妻屋さん行こう。ではまた後でお願いします。行ってみよう。じゃあ猫岳7時14分出発です。この感じで行くとちょっと一回降りてまた登る感じだね。谷があるから。いやー、降りなくてもいいのにって感じだけど、しょうがないね。うわ、結構梅雨払いしなきゃいけないかな。うわ、結構切れ落ちてる。なかなかちょっと段差が高いところもあるんだね、これね。よいしょ、片手じゃちょっと危ないから、ずっこけちゃったりして。大丈夫か。うわ、笹が集めたい、やっぱり。で、足元見えないしね。ちょっと足元見えづらいんだけど、笹がえばっちゃってて。しかも夜露で結構冷たいし。うわ、一気にびしょびしょ。見えるかな。一気にズボンの両サイドがびしょびしょになっちゃった。なかなかの景色ですね。こんな岩場を歩くんだね、これ。相変わらず、笹がすごいし。でっかい石だな。狭いよ、ここ。まあの急勾配というか、よいしょ、段差ですね。まだ富士山見える。なんとか。ああ気持ちいい、ここ。いいところ。ただ笹がまた相変わらずすごいね。あ、なんか少しずつ雲が来てるのかな。あれだけかな。またこれだいぶ下がっちゃうね。だいぶ下がって登り返す感じだね。よいしょ、あそこ歩いていくんだもんね。いいね。猫岳から結構下ってきちゃいましたよ。もうちょっとで一番低いところかな。
構2000メートルぐらい。ということは、400メートル弱、登り返せばいいということになりますね。言い方によっちゃ登らなきゃいけないっていう感じもあるけど。よいしょ。ここ一番低いところかな。ちょっとぬかるんでるね。一番低いところだから水が溜まりやすいということで。じゃあここから400メートル弱登り返します。いやー、雲がかかったりかからなかったりしてるんだけど、大丈夫かな。山頂でいい景色見れるかな。ここだけまで1キロ、吾妻屋山まで 1.5 キロだって。 1.5 キロ、1時間弱かな。頑張りましょう。はあ、登り返しは少し急です。はあ、一気に汗かいた。8時8分、笹地帯抜けた。やっと笹地帯急登を抜けた感じですね。と思ったら、まだ微妙な笹があるんだな。はあ、開けた。あそこに柱がある。なんか、看板が。はあ、よいしょ。あれ、分かれ道だね。あ、帰りはこれ。なるほど。帰りはこっちに帰るんだね。で、吾妻屋さんまで、ここから700メートルってことでーす。8時9分。なんか階段出現。地元の丹沢で見たような、感じですね。雲がどんどん迫ってきてる。あそこに沼が見えるね。景色。あ、神様祀られてる。こんにちは。お邪魔します。こんにちは。ご参拝の方は本宮へお寄りください。参拝のお印をお渡しします。奥宮御朱印もありますよ。だって。ここも石が積んである。あ、祠がありますね。山頂だ、これ。こんにちは。ゴンドラ駅舎。こっちゴンドラがあるんだね。妻恋村。帰りますか。
ました。ああ、向こう見えなくなっちゃったね。よかった。早めに来といて。お邪魔しました。帰ります。お邪魔しました。猫だけよく見える。もう今日はあっち戻らないでぐるっと回って帰るからね。おお、お疲れさん。いやいや、かっこいいお姉さん来ないなと思ってたんで、意外に大変だった ね。結構ね、うん、登りがきつかった。あとこうぐるっと回って帰るんですよね、そうです、左回りでね。そしたらまた後で会えたらお願いします。お姉さんも気をつけて。猫だけ行かないで、ね、帰ろう。8時40分です。こっちのルートもちょっと笹をこぐ感じだね。ところどころ、あ、開けた。すごい。あ、切れ落ちてるんだ。はずま屋さん、ダボス牧場、登山口だって。おはよう。こんにちは。おはよう。こんにちは。1.7 キロ。だって。通過します。9時2分。あ、あずま屋さん、雲なくなったね。よかったですね。こ、あずま屋、なのかな。通過しまーす。9時半、こ、あずま屋。うわ、なんだあのキノコ。すご。いやー、広くて平らなところまで戻ってきた。いや、笹がすごくて、もう足元が見えないからね、足の置き場がわからないってわけで。ちょっと怖かったね。一歩一歩確かめながら足を進めるみたいなね。もう一息だ。駐車場まで。いい。森林浴ってやつですね。あ、沢がいいね。飲めるのかな。なんか若干濁ってる感じがするけど。よいしょ。なんか沢渡ったら立派な木がありますよ。シンボル的な。長生きしてそう。あ、横に牧場ですね。牛さんいないな、ここは。湧き水が出てますね。よいしょ。よいしょ。あ、下の方来たら牛さんいましたね。いい、癒される。いい、なんかせせらいちゃってるけど、ここだけかな。いい、ずっと結構ぬかるんでた山。登山口って書いてあるのかな。いい、濡れちゃうね、これ最後の最後に。いい感じに
水たまりですね。さあ、どっち？戻ってきた。すごい。親切に書いてある。駐車場は向こう。登山道入り口はこっちだよって。優しい。写真。いいところ。牛もやっぱり、日陰を選ぶんですね。当たり前か。暑いもんね。みんなで日陰で、くつろいでるね。あそこに自動販売機がありますね。トイレはいいや。はい、登山口戻ってきました。ただいま。ちょっと寝よう。ピッ、ピッ。終了です。バイク1台増えてる。あそこにもバイク1台止まってる。朝北アルプスの方とか見えてたけどね、もう見えません。いい、福岡ナンバーだよ。すごい。こっちの神戸のお姉さんは、今住んでるのは松本だって言ってましたね。終了。お疲れ様でした。終了。なんだっけ？掃除機ロボット。もう芝生バージョンだ。サッカー場自動で草刈りしてくれるんだ。いいね。面白い。